皆さんこんばんは。イーサリムファンデーションの宮口彩です。本日は JBA、JCBA 共催のイベントにご招待いただきありがとうございます。SDG とブロックチェーンということで呼んでいただいて、いきなりなんなんですけれども、私は SDG というところだけにフォーカスをして話をするのは少しだけ古いのではないかなと思っています。ただ SDG が重要ではないということでは全くありません。スライドをシェアしながらその辺からお話しさせていただきます、はい、SDG の歴史2012年からですけれども、その前身がミレニアムディベロップメントゴールという2000年に同じく国連に掲示されたものでした。貧困にフォーカスしたゴールを掲げ、私の関わっていた NPO もコロンビア大学のアースインスティテュートのジェフリー・サックスが率いるミレニアムビレッジという団体とサブサハラのアフリカの中部ですね、で活動していました。で、その最初のミレニアムディベロップメントゴールから20年以上経った今ですが、ソーシャルビジネスとかいう言葉はあまり聞かれなくなったと思います。インパクト投資もそうです。で、なぜ聞かなくなったかに対する私の考えは、特別なビジネスや投資家だけが世界の問題を考えるのは古いということです。で、個人も企業も政府も、これを解決しないと自分の生活、そして、まあ、もちろん利益も目指せない現実が明らかだからです。SDG という前になぜこれらをゴールにしなければならなかったのか、それぞれのゴールの背後には問題があります。その問題を見ていると、実は SDG に関わらずどこにでもある共通の問題であることが分かります。人間のコーディネーションの問題だったり、効率、非効率の問題であったり。ということで、私はこれらのゴールを考えるのは今はすでにあったら良いなというレベルではなく、すべての個人、団体、ビジネスにとってマストであると考えています。その中で、イーサリムがどの問題を解決できるんですかという質問を受けますが、簡単に言うと可能性はすべてです。どんな問題のソリューションもプログラム可能で、そしてそのソリューションを作るのは皆さん次第だということです。ソリューションの一部を後ほど紹介させていただきます。まず、イーサリウムとは、今日聞いていただいている皆さんはよくご存知だとは思いますが、ビットコインと比べられることが多いですが、それも少し古いので、とりあえずコインとか通貨という概念を完全に取っ払ってください。イーサリム上ブロックチェーンで何でもプログラムできるコンピューターと同じです。その中に ERC のトークンとか、今話題の NFT とかありますが、それはほんの一部の利用例です。すべてスマートコントラクトという技術を使って、コードを書いた通りに誰にも改ざんされずにトランザクションが実行されます。で、先ほど言ったようにコンピューターですから、DeFi のプロジェクトだけでなく、サプライチェーンやゲーム、DAO など様々な用途に使われています。でイーサリムのコミュニティですけれども、イーサリムというオープンソースのプロジェクトに参加する開発者を中心に、今ではアプリケーションを開発するビジネス、教育に関わる団体や大学とどんどん大きくなっています。先日発表されたビザの USDC の参加により、大企業がイーサリム上でどんどん開発を進めていることが分かると思いますが、大事な点は、イーサリムはどこかの団体や企業に所有されていないプロジェクト、技術だということです。技術だけでなく、開発のされ方、使われ方も分散型。そういった点で、他のブロックチェーンという名のもとの多数のプロジェクトとは全く違うということを認知しておくことも大事だと思います。イーサリム 2.0 というのも聞かれたことがあると思いますが、分散型にトランザクションを起こすために、まあ、何千何万とノードがあって、そのノードが確認し合って、トランザクションを起こすので、これまで最も難しかったのがスケーラビリティ。1分間にいくつトランザクションが起こせるか。あ、すいません。1秒間っていうのが普通は使われますね。で、そのスケーラビリティを解決すること、セキュリティも向上し、さらにプルーフオブワークの問題として知られている環境の問題を解決するというゴールをもとに開発が進んでいます。ものすごい電気量を使ってマイニングする現在の仕組みはサステイナブルではありません。電気量を使わない方法ということです。ですので、ステーキングは個人が家で1コンピューターで自分のラップトップで参加できるレベルまで改善されています。
で、それによってさらに分散型のゴールが目指せますが、この開発の仕方もコミュニティのメンバーとみんなで開発しているため、想像以上のコーディネーションが必要です。で、コーディネーションが必要ということで、 EF イーサリムファンデーションの歴史を少しお話しします。2014年にイーサリムの創始者のビタリック・ブタリンによって、作られましたが、もともとは開発者のハブのようなものでした。まあ、イーサリムのチームコミュニティ自体がとても小さかったので、で、それが大きくなるにつれて、コミュニティにどんどん人が参加するようになって、トップダウンのコントロールをしすぎずに、いろんなチームや個人に参加してもらって開発をするためには、先ほど言ったようなコーディネーションが必須になってきます。ということで、EF の役割は、コーディネートの部分、そしてコミュニティのメンバーを資金的にもサポートすることだと、私が入った2018年からですね、その役割へのシフトをし始めました。で、メインの研究者や開発者もチームにもちろんいますが、サポートの役割を徐々に大きくしています。で、そういった運営の中で私が大事にしていることは、長期的な持続可能なエコシステムを目指すということです。私たちがいなくなった後の世代に残せる技術が作れるかというビジョンは、 EF が全てコントロールしていてはそうはいきません。そんな思いを込めて、日本の引き算の美学も紹介したことがあります。日本の伝統文化は実はすでに持っている部分です。影の役者となって活動するメンバーも実は忍者のような存在とも言えます。助成金は公共性の高い、他ではサポートを得られない、まあ、投資家はサポートをしないであろうという公共性の高いもの、といった重要なプロジェクトにフォーカスしています。なるべく自然に起きる良いことは手を出さないをモットーにしていますが、なかなか自然に起きないことがありますので、その起きない部分の中でさらにインパクトの高いものに力を入れています。その一つが途上国です。実は私がブロックチェーンで活動するきっかけになったのも途上国でした。サンフランシスコで MBA の学生だった頃のフォーカスはマイクロファイナンス、その発祥の地であるバングラディッシュにも行きました。世界一大きい NGO であるブラックのウルトラプアプログラム、貧困層向けに行われるマイクロファイナンス以前のプログラムですね。で、そのフィールドトリップにも参加しました。この写真はその時に自分で撮ったものです。この写真でわかるように、最貧困層はいつも女性です。子供が生まれた時に父親が誰なのかわからない場合が多く、女性は赤ん坊がいるために働きにくいためです。このプログラムでは、そんな女性に簡単な簿記などを教えて、ヤギや牛を与えて起業家に育てます。そんなシンプルなイノベーションが貧しい女性を小さな起業家として成功させ、町の力にもなっていくことを見ました。最初にブロックチェーンに出会った2011年、まだイーサリム以前の頃ですが、この技術がファイナンシャルインクルージョン、つまりすべての人に金融へのアクセスを与える機会になると思いました。そしてその3年後ですね、イーサリウムが生まれて、私のイメージが実現することになりました。で、そんな私個人の情熱とは別に、EF のトップとしてはやるべきことが山のようにある中で、プライオリティとストラテジーを設定する必要があります。ではなぜ EF として途上国に目を向けるのか。1日に約40万人の子どもが生まれています。そのうち9割を超える36万人が途上国で生まれていることを皆さんはご存知でしょうか。アフリカの人口は2050年までに現在の2倍、2100年までに3倍になると言われています。イーサリムが解決できる社会問題を考えたとき、次世代のユーザーがどこにいるかは明らかです。そこにビジネスのチャンスがあることも明らかです。マイクロファイナンスのローンの総額は12兆円と言われています。SDG も途上国の活動も社会に良いことをしなければだけではなく、ビジネスや個人に機会を作るチャンスです。そんなことを念頭に EF としては次のような活動をしています。ユニセフとイーサリムファンデーションで一緒に進めたクリプトファンドは国連初の暗号資産のファンドです。このファンドが受けたイーサはユニセフがサポートするブロックチェーンのスタートアップをサポートしています。
受け取ったスタートアップ、イーサを受け取ったスタートアップはクリプトをクリプトして使います。例えばイーサをプロダクトのガスに使うといったように。で、国連がウォレットを持つだけで大変なことですが、資産の受け取りや利用の透明性を持たせたということで、かなり画期的なことです。で、このビデオの中にあるように、レシーブ、インベスト投資、レシーブ、受領、トラック、追跡っていうのをビジュアルに見えるようになってます。で、これ、それぞれのスタートアップに行ってるっていうんですが、最後のプリスクリプト、ブロックチェーン上で医療機関の処方箋を管理するプロジェクトですが、そこが 49.5 イーサを受け取り、それをイーサスキャンで一般の人が誰でも確認できます。ユニセフとの次の活動はギガのプロジェクト。単純に言うと、すべての学校をインターネットでつなぐプロジェクトです。特に COVID 中は日本でも顕著になっていると思いますが、インターネットが教育の鍵になってきていて、デジタルディバイド、デジタル隔離は教育の隔離でもあります。このプロジェクトはまず AI を使ってどこに学校があるかをマッピング。それぞれの学校がどの程度のコネクティビティ、インターネットとつながっているかを地図上の点の色で示しています。そしてその地図ができた時点でブロックチェーンが活躍します。今まではプロバイダーがコネクティビティにかからず一気にお金を取っていたのを接続度合いをもとにギガごとに支払うことができます。まあ、先進国でもインターネットの接続が悪いことはよくあるので、ぜひこのモデルを利用してほしいと思うんですが、そしてスマートコントラクトによってオートでの支払いが可能なので支払いのコーディネーションも持つんです。まあ、これも途上国ではしょっちゅう問題になります。で、関わる政府、プロバイダー、学校の間での透明性が生まれるというデザインです。このアイデアはギガのプロジェクトについて聞いたときにすぐ私の頭に浮かびました。国連総長のイベントでも、お話をさせていただいたことがあります。実際に進んでいるのは本当に嬉しいことです。右の画像ですが、コロンビアの首都ボゴタ周辺、まあ、今年デブコンをやる予定だった町ですが、この点の一つ一つが学校で、赤い点はネットにつながっていない学校です。そしてこのギガのプロジェクトがさらに進んで、アフリカの政府がステーキングにも関わるという話になっています。で、それが次のビデオです。今からお見せするビデオはシエラレオネ政府のトップのメンバーがプロジェクトについて話しているところです。Most exciting is the progress we have been able to make in exploring the use of cryptocurrency as a means of innovating financing for connectivity. We are working with the Central Bank of Sierra Leone to develop a pilot to staking cryptocurrency and using the rewards to pay ISPs for internet connectivity in schools.現在アフリカのにある3カ国の政府が、ぜひ参加したいっていう意思を表明しています、で次は政府向けのソリューションです。世界全体で政府の収益の 20% が追跡できずに無駄になっている、消えてなくなっていると言われています。日本円でいうと約500兆円です。メキシコとアルゼンチンにベースがある OS シティというチームですが、中南米を中心に政府の透明性と信頼を得るためのソリューションを提供しています。例えばメキシコのサンニコラスという町では、警察官の ID を個人がブロックチェーンで追跡できるプロジェクト。まあ、ちょっと日本では想像できないと思うんですけれども、警察官が本物かどうかっていうことがメキシコでは大事なんですね。はい。で、そして今アルゼンチンでは個人の情報とイーサリウォレット ID を結びつけられるプロジェクトも進めています。で、こういったプロジェクトも改ざん体制、透明性、利便性としてブロックチェーンならではです。このビデオは、OSD のプラットフォームのデモなんですけれども、例えば一ツーリストがブロックチェーン ID を個人のユニーク ID として使ってビザに申し込みます。で、政府側のオフィサーですね、もログインができて、してその個人に関わる公的書類を確認して、ビザの承認が確認できるというものです。
まあ、今ちょっとシンプルにしてあるデモですが。次はイーサリスク、分散型の保険プロダクトを提供できるプラットフォームを開発しています。で、そのプラットフォーム上で動いている一つのプロジェクトが、ケニアの農家への保険商品です。年々天候被害による農家のダメージは大きくなり、特にケニアのような個人経営が多いエリアでは、今までのやり方ではサポートに限界があります。天候によって保険が受けられるというのは、既存の保険業界では不可能だったのを、スマートコントラクトにウェザーインデックス、天候指数ですね、を組み込ませて可能にしました。支払いの自動化ももちろん可能です。BOP ビジネスの効率化と収益性、スケーラビリティの向上を目指しています。で、この図はプロジェクトではないですけれども、チェーンナリシスのリサーチペーパーからなんですけれども、クリプトのトランザクションの数ですね、からいって、利用されているトップのほとんどの国が途上国だということがわかります。この中のトップ、ウクライナ、ベネズエラ、ケニア、サウスアフリカ、ナイジェリア、コロンビア、ベトナム、すべて途上国です。まあ、例えば、ベネズエラでハイパーインフラがによって、自国の通貨の価値がゼロに等しくなったことを経験しているので、まあ、クリプトに興味が高いのは当然なので、かなりクリプトを利用している数はだいぶ前から多いです。で、イーサリウムファンデーション EF の活動に戻りますが、このような、インパクトの高いプロジェクトとリードするメンバーを集めて EF フェローシッププログラムを開始しました。ちょうど今月が第1期のメンバーのスタートです。先ほど言ったイーサリスクとプロジェクトを進めているエーカーアフリカ、ケニアのエーカーアフリカのベンソン、政府のプラットフォームの OSCT の注意、私がブロックチェーンに関心を持ったきっかけになったマイクロファイナンス最大 NGO のブラックのクルディープ、それから学校をインターネットでつなぐプロジェクトギガのエンジニアのナロア。で、これらのそれぞれのプロジェクトの成功ももちろんですが、これらが例となって世界中で同じようなインパクトが生まれる、まあ、このモデルを完全にコピーすることもできるっていう波紋効果が起きることがゴールですので、世界レベルでインパクトのポテンシャルが高いものを厳選しました。で、このプログラムは9ヶ月ですけれども、継続して行い、その後のインパクトを世界中に報告できることをとても楽しみにしています。日本についてですが、EAST2.0 とサステイナビリティということにも関係するということで、EAST2 の関連の支援も進んでいます。先日、ビタリクと私が質問に答える AMA イベントを開催してくれたイーステラコヤグループ、最近ではオンライン学習サービスのポル、そしてちょうど始まったイースステーキング委員会コミッティですね、もうちょうど今月活動を開始し、会員メンバーを集めていますが、そういったグループをサポートさせていただいています。最後になりますが、日本では、国連の活動も含めて過去に国際活動に国として資金面でかなりの貢献をしていってきました。これからはブロックチェーンなどを通じて国だけでなく個人やビジネスがソリューションを提供できる時代です。今日の例が刺激になれば光栄です。皆さんの参加と活躍を期待して、スピーチを締めさせていただきます。どうもありがとうございました。